昔トカゲ目は、爬虫ュなの目の一つであり、原生種は、昔トカゲ属一属二種の実からなる。原生爬虫類の四つの目の中では、最小のグループである。昔トカゲが属していた目はかつては、怪盗目と呼ばれていた。しかし、昔トカゲ目は、怪盗目の異名というわけではなく、むしろ別のものである。詳細は口日。 原生種として生き残っているのはニュージーランドの昔トカゲのみであり典型的な陸生小型爬虫類という姿は昔から変わらない。しかし一部には海水に適応したもの、装飾性に適応したものなど幅広い多様性を持っていたことがわかっている。加速灯弓はどうやら基本的には不完全であったようで原始的な種では隙間ができているが昔、 トカゲなどでは二次的に完全な弓を形成している。加速等弓が不完全なものでもあり、うろこめのように、方頸骨を可動性にしたものはいない。現在の分布彼らが保持する形質として、多くの場合椎骨が両大型であり、積作が残存することが挙げられる。椎骨の前端、後端両方が、杯状にくぼんでいる両大型の椎骨は、 有用膜類が初めて現れた時に持っていた椎骨であり、その後に前後のどちらか一方が突型となって、椎骨同士が強固に連結される前大型、後大型の椎骨を持つグループに進化した。現生の有用膜類で両大型の椎骨を未だに持っているのは昔、トカゲのみである。なお、オシイには実説面を持つものが多く、 生存時には一部のトカゲ類のように大字切れすることができたと考えられている。かつてはこの群が持つ共有形質として単性馬製であることが挙げられていたが、単性馬はトカゲ類など他の分類群にも見られるのでこの目独自の特徴とは言えない。また、化石記録ではこの目の原始的なものでは創生馬製のものがいたことが判明しており、単性馬製はこの目が分化した後に、 他の軍とは別に独自に獲得した形質であると考えられている。ディラズマソリス白亜紀前期この目の、はっきりした記録で最後のものは三畳気後期であるとされているが、南アフリカから産出した単成葉付きのアゴ編がこの目のものであるとされるならば、三条気前期にまで遡ることができる。その後ジュラ紀から白亜紀にかけて多様性を増した。特に、ジュラ紀に現れた、 プレウロサウルス類は完全に海星に適応したグループであり、非常に長く伸びた胴体とそれ以上に伸びたを短縮した獅子を持っていた。他の多くの爬虫類と同じく中生代をその発展のピークとして衰退した。白秋以降、新生代に入ってからは原生に至るまでの化石は発見されていない。昔トカゲが属する目は長らく怪盗目と呼ばれてきた。 昔トカゲメは、怪盗目の別名と考える立場もあるが、ここで言う昔、トカゲメと怪盗目の包括する範囲は、必ずしも同じものではない。1831年に、欧米の学者に知られるようになった昔トカゲが、実は、通常のトカゲの仲間ではなく、独自の目に属する特別な動物である、と気づいたのは、大英博物館のアルベルト・ギュンターであった。 1867年、ギュンタンは、上顎骨と前顎骨の間に、切れ込みが、入り前顎骨が、くちばし状になるという特徴から、その目を、怪盗目と名付けた。怪盗目には、現世の昔と影以外にも、化石種が含まれ、その最も有名なものが、アフリカや、南アメリカから豊富に出土する、リンコサウルス類と呼ばれる一群であった。リンコサウルスもその名の通り、 口し状の粉炭を持つ動物であった。このリンコサウルス類は長い間昔トカゲと一緒に怪盗目の代表的動物として紹介されてきた。しかし1969年、オークーンの指摘によりリンコサウルス類は昔、トカゲとは全く異なる、主流類に属する系統の動物であることが判明した。クーンはそれまでとされてきた分類群を二つに分割し、 それぞれ昔、トカゲメとリンコサウルスメとした。そしてこの見解は、他の多くの研究者からも指示を受け、少なくとも、リンコサウルス類を、昔トカゲ類とは別の分類群に置くという点では、異論んなく受け入れられている。ここで、回答目からリンコサウルス類を分離したとして、回答目という名称が存続させられる見解もあるが、この事実を指摘したクーン自身が、 昔と影が属する目に、怪盗目という名を引き継がせずに昔と影目という名称を採用したことや、リンコサウルス類はあまりにも怪盗目の代表種としての印象が強かったため昔と影とリンコサウルスが別群であるということを明確にするという意味からも、現在では怪盗目ではなく昔、トカゲ目という呼称がよく使われるようになってきている。 スフィナ電車という名称は1925年 SW ウィリストンによってこの目唯一の原生種、昔トカゲの学名スフェノドンから作られた。それとは別に、スフィナ電車の代わりにスフィーナドンキだというよく似た名称が使われる場合もある。日本語ではどちらとも昔トカゲ目と訳されてしまうが、スフィナ電車は1925年に提唱された名称であるのに対し、 スフィーナ・ドンティダは R ・エステスによって1983年に提唱されたものである。厳密に言えば、現行の国際動物命名規約では、目の名称については選手権の原則が必ずしも適用されないので、エステスのスフィーナ・ドンティダは無効であるとは言えないが、多くの研究者はより古い名称である、スフィナ電車を使う傾向が強い。昔と影目は、 そういう都をウロコ流形カズナに属する。同じくウロコ流形カズナの有林クと姉妹群を形成し、主流形カズナに属するワニメや恐竜類、リンコサウルスメなどとは類縁が遠い。昔トカゲメの分類については、これを独立させた空運が整理したものがよく知られていたが、その後の新たな化石証拠の度重なる発見により、 グループ内の分類体系の研究も大いに進んだ。ここでは主にウ、エヴァンズ・エトール、アンド・エイプ・ストッチアンド・ノバスの体系に従った分類体系を採用しているが、この体系の確実性を保証するものではない。以下の属において、スフェノドン以外はすべて絶滅種である。加速灯弓は不完全であり、方形骨まで届かない。 この目の他のグループではほとんど退化している涙ぼうねがまだ存在している。このグループは昔トカゲルイの特徴とアリウロコモクの特徴を合わせ持つため発見当初はところ属について不明とされていた。ジュラ紀後期になって現れた完全に快晴に適応したグループ。体は遊泳のため細長く伸長し非常に長い胴体とそれ以上に長く伸びた尾を持つ。尾に 自説面はない。獅子は、胴部とは逆に短縮化しているが、骨格の構成自体は正常であり、他の海性爬虫類ではよく見られる死骨の体化、異常増加は見られない。外尾孔は細長く伸びて、眼下のすぐ前方のかなり高い位置にまで達しており、ここにも、水生生活への適応が見られる。推進力は、獅子ではなくその細長い体の蛇行により得られていたと、 考えられている。この目最大のグループであり、原生種昔、トカゲを含む、おおむね、小型、中型の陸生爬虫類という原生のトカゲ類に相当するような生態的地位を担っていたと考えられている。基本的に、爬虫植生、肉食生だったが、エーデノドン赤の仲間ではその私立から、植物食であった可能性が高いとされている。ホーミアソリスジュラキコーキ。 ありがとうございます。